はい、こんばんは、しもちゃんです。しもちゃんの卓上クッキングその3ですね。今日はね、プリンのような何かを作っていきますね。まあしもちゃんね、ずっと言ってる通り、デブなんでね、あんまり物食っちゃいけないって、病気もね、あれですよ、糖尿とね、心臓の方ね、一回心筋梗塞やってるんでね、食事はね、気をつけろって言われてるんですけどね。でね、できるだけ食べなきゃいい、だからダイエットはね、基本で、ね、食べない、いかに食べないか、っていうか、いかに収支をマイナスにするかですよね。摂取カロリーとね、消費カロリー。消費カロリー上げる、運動しろっていう話あるんですけど、なかなか難しくてね、やっぱり消費カロリーをね、減らすとかね。あとね、食べるものもね、血糖値が上がりやすいものは、やっぱりどうしても太っちゃうんじゃないかなっていう。太っちゃうっていう話ね。だからね、食べないようにっていうでね、ノンカロリーのね、ゼロコーラとか飲んで腹を膨らそうとか思うんですけど、やっぱね、デブってね、固形分ないとね、我慢できないんですよ。牛乳とか飲めとかね、水で腹膨らせるとか、ね、無理。牛乳飲んでも、固形分がないとお腹減るんですよ。お腹減るっていうか、もう、あれですよね、精神的なもんですよね。固形分がないと、腹は膨れないものだと。どんだけね、飲み物飲んでてもね、固形分ないと物足りないんですよ。なんでね、できるだけね、しもちゃんというか、デブの味方、ノンカロリーのね、ノンカロリーって言ってもね、どんだけでしたっけ、500中に1キロだっけ、なんで、たくさん取ったらそれはダメなんですけどね。基本的にね、普通に考え、取る分にはね、問題ないんでね、これを使って、いろいろやるんですけど、やっぱね、これを使って牛乳とか豆乳とかね、飲んでもね、やっぱね、食べたいという気持ちはどうしてもね、抑えられないんです。で、そういう時にね、これを使ったね、いろいろとね、料理というかね、料理っぽいものをね、やってるんですけどね、今日はそのうちのね、一つのね、プリンのような、何かというのをちょっと作っていこうと思います。はい、それも卓上ですね。卓上って言いながら、冷蔵庫入れるんですけどね、冷蔵庫入れなくてもほっときゃ多分固まんだと思いますけど、冷蔵庫入れてやりますということで、冷蔵庫入れるまでを卓上でやるっていう感じですね。いつものね、あれです、100均の、タッパーというか、これなんですかね、こういう入れ物、500ml 入るらしいですけどね。これは2つで100円で売ってるやつです。確か。で、これ使ってやっていきます。でね、まずね、ゼラチン。ゼラチンもね、カロリーはないんでね、確か。これでね、固めるということです。はい。あれ？ハサミがない。そんじゃね、まずはね、ゼラチン。これね、普通はね、鍋とかに入れて溶かすんでしょうけどね、これ結構溶けるんでね、今お湯を沸かしたんですけど、はい、ポットに入れたお湯で、そんなに入れなくてもこのぐらいかな。でね、混ぜていきます。結構ね、溶けるやつなんで、このクックゼラチンさん、クックゼラチンさん、結構ね、溶けやすいんですよ。周りついちゃった。はい。これで、ある程度ちょっと溶かしますと。ね。これね、ある程度溶かしとかないと、ここにね、沈殿しちゃって、出来上がりの時にね、底っていうか、ひっくり返したらプリンの上の方ですね。がね、このゼラチンの塊がいたりするんでね、ある程度は溶かします。はい。ね。で、溶かしたら、これ。ノンカロリー。これをジョボジョボっとちょっとお好みで入れます。ね。はい。
で、これちょっとまた溶かしますと。はい。ね。こう溶かしていきます。で、最後ね。牛乳使ってもいいんですけど、牛乳より豆乳の方がね、なんかヘルシーっぽいんで、しもちゃんは豆乳好きなんでね、豆乳入れていきます。よいしょ。でね、これのちょこちょこちょこ、ぐるぐるぐる混ぜながらね、ちょっとずつ入れながらこう混ぜていきますと。はい。ね、500ml のプリンですよ。でね、これ、今回ね、ゼラチン一つ、一袋入れ、ですけどね、一袋だと結構ね、プルプルになるんですよ。硬めの方が好きな方はね、一袋半ぐらい入れた方がいいと思います。まあ、しもちゃんってちょっとプルプルのやつをしようと思ってるんでね、おっぱいプリンみたいになりますよ。おっぱいプリンが。はい。こうやってちょっと混ぜていきます。大体そんな、必死に混ぜなくていいですけどね。このね、泡がね、残ってると結局泡はなるんですけど、まああんまりそんなの気にしないんで、ほってありますけど、これ泡どうやって、泡ね、綺麗にね、取る方法ってあるんですかね。結構ね、煮たりすると綺麗に取れるのかもしれないですけどね。まあ、しゃあないです。卓上でやろうと思ってますから。もうこんなところでいいです。はい。これでね、蓋閉めて冷蔵庫入れるだけです。簡単でしょ？はい。で、これでね、2時間ぐらい、冷やすと、プルプルのプリンっぽいものになります。はい。でね、2時間待つとね、待っててもしょうがないんでね、ここにね、完成品がご用意して、ご用意。完成品をご用意してございます。はい。はい。ドン。ギャッ。こんな感じ。プル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 っとしてます。よっ。あ、ちょっと失敗。ちょっと失敗しました。さっき言ったようにちょっとゼラチンが固まってますけどね。こんな感じで、なんかちょっとプリンっぽい、プルプルのものが出来上がってます。はい。で、ちょっとね、こういう感じで。プルプルですよ、ほんと。でね、まあ味は豆乳にね、甘味料入れたもんだんでね、味はね、まずいわけはなくてね。これでね。うん、プリンっぽいです。だからね、量的にもね、500ml のね、で、巨大プリンだし、まあ、豆乳なんでね、豆乳 500ml なんていうのも、どうなんだろう。これもね、調整豆乳 45% カロリーオフですからね。ちょっと、老眼なんで、ちょっと老眼鏡で。カロリー的には書いてあったな。100ml あたり 35kg なんですね。だから500だから、3515の525、175ってとこですかね。175ですよ。はい。あとゼラチンとか、ゼロカロリーの甘味料とか特に関係ないんでね。ちょっとえらいことになってますけど、まあプルプルなんで、ちょっと固め好きな人はゼラチン、ね、0.5 袋余計に入れて、固めに仕上げてください。しもちゃん、このプルプルが好きなんで、プルプルやってますけど、えらいことになってますけど。豆腐みたいになってますね。はい。なんでね、こういうのでね、固形分をね、味わってね、ダイエットにつなげるのもいいかなと思いますんで、試しにやってみてはいかがでしょうか。はい。それではね、今回の動画はこの辺で、終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録と高評価などをしていただけると非常に嬉しいです。では皆さん、またねー。あ、やば。やば、横落ちそう。ちょっと皿は、大きめのやつを使った方がいいです。はい、以上です。